ちょっと感づかれてる方いらっしゃいますか？あ、正解はドゥン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 ツインテールです。眉毛ドゥン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 、眉毛もしっかり生えてます。ふさ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 です。眉毛は通常なんですが、そう、久しぶりにツインテールしました。めっちゃ髪伸びたんですよ。めっちゃ長くないですかすごい。ほら、これでも画面埋まるぐらいツインテールをしました。久しぶりのね、劇場公演なんで、ちょっとハメ外そうかなと思ってなんか普段テレビとかね、じゃあちょっと恥ずかしくてできないじゃないですか。なんでツインテールしてんねんって。26、まあ、年齢関係ないけどさ、なんか引っかかるかなと思ってテレビ見ててね。でも劇場公演ならファンの皆さんがきっとなんか楽しんでもらえるかなと思ってやってみました。高め？低いですか？私結構ね、髪型こう派手めにすんのがなんかね、苦手で。でいいカタンが赤い椅子を取っていきました髪型ね、こう高めとかにね、すんのがね、結構なんかはしゃいでる感が出ちゃうのがちょっと恥ずかしいなと思っていつもポニーテールとかも控えめなんですよね。ツインでビンタされたい。あ、これメンバービンタされてますよ、踊りながら。今日も何人かの顔パンって当たっちゃってごめんと思って。そう、高めね、高めツイン。どうなんやろう。短かったら、そう、髪が長いからさ、短いツインだったらなんか中国とかにあり、なんかチャイナ服着てあ、でもあれありましたよね、ビスケットブラザーズさんのキラキラリーのコントでツインテール、こんなキラキラリーンって。確かにあれ可愛いですよね。韓国っぽい。クーロン城でやってほしい。あ、そう、卑弥呼様、卑弥呼様、カンフー。あ、リクアは申し込んだので当ててください。始まったんか。リクアは皆さんぜひ来てください。何の曲にやるのならなるのやら。お、ミスプラさん、なぎちゃんのこと褒めてくれてたね。ねえ、なんか嬉しいです。ミスプラさんが YouTube でラジオをねされてて、バースデースーツラジオめっちゃ面白いんですよ。でそこで私の話もしてくださってて、なんか共演 NG にされてました共演 NG になってました。でもめっちゃ面白い。前髪パッツン、今日も変な体勢になってるもうこの角度しかないんですよ。
この間スペース参加してたね。あそう、なんかツイッターで最近スペースってあるんですよね。ラジオみたいなこと、なんかね、それでビスケットブラザーズさんの原田さん、ビスケットブラザーズさんの原田さんと作家さんをやってはってて、あ、こんなんあるんやと思って聞いてみた、聞こうと思って聞いてみたら、あれってしっかりこのアイコンで、自分のアイコンで自分が聞いてますっていうのが出るって知らなかったから、入った瞬間に渋谷渚ちゃんやみたいになって、めっちゃ恥ずかしくて、なんか申し訳なくなりました。でも嬉しかった、そこでいろいろ言ってくださって。あ、そうそう、ショーマン、そうショーマンでやってた、そうショーマン終わりにやったのが、あれがスペースやったんやって、あの時は何も分からず急いでやったからね、なんかあれ楽しそうですよね。私もやってみようかな。ね、嬉しいですね。なぎちゃんもやってほしい。でもね、皆さん今はスペースの話じゃなくてショールームの話なんですよ。ルームズの、そうショールームズの生配信をねしなくちゃ。汗かき NMB 皆さん見てくださったんですか。 NMB のね特番があってね、なんかね、お、ソリューム、私 NMB と学ぶくんが終わって、そっからこう NMB でバラエティとかテレビ出れることってなかなかないじゃないですか。出れてもまあ2人とか3人とか5人とか6人とかどんどん増えていきますけど、でもやっぱね、そんな10何人で出れることってないから、でもやっぱ私はバラエティでなんかちょっとなんか参加させてもらってるから、そこでちょっとでもメンバーとなんかできたらいいなとか思ってて、もう今回は別、今回はそのカンテレさんがやってくださって、しかも机上のクローン城のスタッフさんがやってくださって、でもだからこそはやばい番組になるなとはちょっと薄々思ったんですけどでも嬉しい、ありがたい話ですよね。ね、NMB の番組第2弾希望ね、嬉しい、カンテレ大好き良いどんでもお世話になってます。そう、ユイナのママが出てきたちょっとアバター皆さん飛んでる、ピョン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 、アイラインかわいい、わかるんですか、アイラインがそんな鮮明な画面画質。あ、そう、今日はあの劇場公演だったんですよ。しかもね、昨日もなんかバーチャルライブみたいなんで、劇場でミニライブとダンの初披露をさせていただいてて、で今日はチーム N の夢中ライブ公演に出れてすごい楽しかったです。やっぱ劇場大好きだな。ファンの皆さんにも会えるし、メンバーにも会えるし、今日の MC で高速ダンス当てゲームっていうのをねやったんですけど、
それでなんか めっちゃ盛り上がりすぎて、全員膝から崩れ落ちてる時間がありました。笑いすぎて 全員しゃがんで笑ってる時間ありました。公演はね、DMM 配信で見れるので、ぜひ見てください。なぎちゃん、今日の、ナングラ締め切り、ナングラ皆さん、ナングラ始まってるね。ナングラ皆さん一緒に考えましょう。ナングラ、お題は何ですか？教えてください 皆さん助けて。アイドル戦隊 NMB13 結成、その必殺技とは？そう、ナングラというのは、ナンバーワングランプリ、ナンバーグランプリ、とにかくその毎回ね、お題が出るんですけど、そのお題をファンの皆さんと一緒に考えて、その考えた答えを投稿するっていうのがあるんですよ。ちょっと皆さん一緒に考えてください。必殺技ナンバー13の必殺技とは、答えを皆さんと一緒に考えます。ナンバー100レッツケン。動画を添えて投稿するんですか？アイドルセンター NMB13 結成、その必殺技とは？パンサーッサ。キラキラリン。キラキラリン。キラキラリン。ホッピングシャワー。ドストレートになぎちゃんスマイル。に。はるちゃんパワー、ホルちゃんいいの、はるちゃんパワー ナングラのお題やった。ナングラなんかナンバーサーティーン戦隊の必殺技とは、はるちゃんパワー 確かに活用できますね。はるちゃんパワー、ゴリラゴリラパンチ、高速ダンス NMB ゴルゴ13 にくんさん、何がいいかな。けんちゃんパウダー、ケンさん、今更道頓堀パンチ。ナンバー13の必殺技。ナンバー13じゃん、ナンバー13。ナンバー13。ゴイゴイス。もう頭こんがらがるかと思った。何回か間違えたけど。声変わりした？公園で喉がかすれたかもしれません。ダメですね、3日連続公演なんて。たこ焼研き、究生ぶりぐらい、研究生以来なかったから。ロケットサーティンパンチ、アンパンチ2回。全然何も考えられない。それはちょっとなかなかでした。 頑張ってください。ありがとうございます。パスワード忘れてた。そう、パスワードとか全然覚えてない。道頓堀グリコキック。道頓堀グリコキック。そっか、ナンバーサーティーンやから、アルバムにちょっとかけて。嬉しい、ありがとう。今日もね、オレンジに見えて嬉しかったです。ダン
ましたの？そう、今日からね、公園でもダウンが入りました。なんかあるかな、ね、スタートということで。ダンパンチでは N がキャメロンフラッシュ一番最後にお届けさせてもらって、ダウンも初めて一番。なるほど。すごい嬉しいね。髪の毛しっとりしてる。嘘。グランドカゲッツ。今日の髪の毛はいつもと違う。いつものストレートおろしと違うんです。実は、ジャケ写、今回のアルバム、フォースアルバムのジャケ写の髪の毛を再現した。ツインテールでドン。確かにね。気づいた人おるんかな。ちょっと前髪はね、ちょっと公演仕様で。髪の毛ビンタ。ちょっと増やしてるんだけど、でもいつもちょっとその辺で皆さんと横毛もね、あるかな。うちうちもてねん。その辺で皆さんと皆さんの意見いろいろ聞かせていただきまして、それを踏まえて考えてみます。また更新しますんで、ちょっと見ててください。たくさんありがとうございました。優しい、いつも。じゃあね、もうそろそろお時間なので、わお、3132人もの方がありがとうございます。皆さんこんな急遽やったのにもかかわらず。じゃあね、ちょっとお名前を読ませていただきます。ありゃ、じゃあ13位のシュッツスチさん、スチさんありがとうございます。12位のマキさんありがとうございます。11位のタヤピーさんありがとうございます。10位のレナナさんありがとうございます。9位のシゲブーさんありがとうございます。8位のユカさんありがとうございます。7位の野原しんのすけさんありがとうございます。6位のひよこさんありがとうございます。5位の天夏さんありがとうございます。4位のゆきさんありがとうございます。3位のウィリアム・チョウさんありがとうございます。2位のジョン・アット・香港さんありがとうございます。1位のブー君さんありがとうございます。皆さん本当ありがとうございました。え、名前違うフルで呼んでる。野原慎之助のすけさん。あそこがあれだったんですね。キーだったんですね。キーっていうか、こだわりだったんですね。すいません。のすけのすけさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。私はこのまま机に埋まって終わります。ありがとうございました。おやすみなさい。また明日もお仕事や学校やなんやかんやと頑張ってください。おやすみなさい。